こんにちは、アンです。今日はね、冬の磐梯山登りたいと思います。2019年2月25日、ゴンドラリフトから登るんですけども、これ9時から営業してます。そしてゴンドラのリフトの最終地点降りてから、普段夏道は右側の、リフトの上から登るんですが、今回はこのゴンドラリフトの終点駅の左側に尾根があるんです。その尾根の方から登ってみたいと思います。尾根に登るのがちょっと大変です。よいしょ。中腹までやってきました。もうあとこのぐらい、こんな感じですね。もう二駅ぐらいっていうところでしょうかね。こっち側はずっと谷になってて、まあ滑ったら落ちますね。雪庇ができやすいんですけど、今年は雪が少ないんで、ほとんど雪庇らしい雪庇はできてませんね。それじゃあ行ってきます。いやー、この山ってね、何回登ってもしんどいですね。いつもね、登りはね、しんどいばっかりで、まあでもね、それでもまた来てしまうんです。なんでだろう。ちょっとね、風が出る風速を調べています。今ね、風が 7.8メーター、7.8メーターってね、結構風がね、なんか強くなってきちゃって、あ、9メーターね。どうしようかな。もうね、頂上はすぐなんですよ。そこあれがね、偽ピークで、あれを越えればね、もうすぐピークなんですね。まあ行ってみますよ。で、ここの辺はね、いつの冬来るかなんですけど、雪がね、あんまりついてなくて、こういう風にね、岩とか石がね、石とか地面が結構出てるんですよ。
ですね、ここは、天狗岩、天狗岩っていうところで、もうあともう少しなんですね。この天狗岩を越えて、ちょっと高くなるので、そっから先が頂上です。どうですか、この景色。素晴らしいでしょう。じゃあ、いい天気だ。ここの辺はね、いつの冬でもそうなんですけど、雪がね、あんまりついてなくて、こういう風にね、岩とか石がね、石とか地面が結構出てるんですよ。皆さん、ここね、天狗岩4合目。バンダーさんは、頂上が5合目なんですよ。それはね、なんで5合目が頂上かっていうと、いろんな説があるんですけど、大概の人に聞くと、日本一で10合目までが、頂上なんですよね。でもその10合目をやっぱり遠慮して、それで頂上を5合目にしたと、そういう説もあるんですが、僕はねちょっと違うんじゃないかなって、考えてます。それはね、万代山はもともと今のあとプラス3分の1ぐらい高かったんですよ。それがある時ね、沼の平の噴火だね、だいぶ昔の話だとは思うんですけど、この辺は岩稜帯で、どうやって登ろうかな、こっちから行ってみるかな。今の3分の1以上高かって、今1816メーターって言ってますけど、まあ2600メーターくらいは、まああったんじゃないかなと。まあ想像ですけどね。となると、その本来の磐梯山の高さは、まあ10合目で、現在の磐梯山は、まあその、王子の半分ですよと。まあそんな感じでしょうか。それで、この辺、頂上が5合目と。まあそういう、僕はね、感じてるんですけど、どんなもんでしょうか。もうちょっと上かな。じゃあもう少し登ります。
はい、皆さん、ここが天狗岩。天狗岩と呼ばれてる、沖縄島、登山口からね、登ってきたところです。あ、すごい岩ですよね。今にも落ちそうで、なんかジェンガみたいにね、岩が重なってるんだけど、これがなかなかね、落ちそうで落ちないんですけど、でも落ちるかもしれないんで、まあ気をつけますけどね。ここからね、見るとね、下の方は、こんな感じでーす。なかなか見られない景色。スキー場はもうあんな下だよ。ああ。いや、いい眺め。まあ、ちょっと風はあるんですけどね。まあ、まだ許容範囲ですね。これで、この天狗岩の横を抜けて、上がってきます。よいしょ。はい、皆さん。あそこが、ホッピークでーす。もうすぐですね。ああ、頑張った。もうちょっと行ってみます。磐梯山の山頂、1816メーターにやってきましたよ。どうですか？この冬の磐梯山の景色は。ほら、ナーシュンね、よく見えてるよ。今日はまあまあのお天気でしたね。このぐらいならね、めっちゃいい方。もうマンプロさんがね、凍結してしまいましたよ。でもすごいね、武装は生きていた。頂上にやってまいりました。ワンパン。目を払いました。登録者数西大天と西吾妻山です。それからずっと吾妻連峰、こっちが猪苗代湖、そしてこの辺が磐梯山、そっちに猫間山、猫間小国鬼沼の方ですね。あと北方市も向こうです。まあこんな感じで。
磐梯山の今降りてきました。はい、ここ、リフト乗り場のね、ゴンドラリフトのすぐ脇にある磐梯山の神社、岩橋神社ですね。はい、岩橋。磐梯山ってもともと岩橋山って言われてて、まあ、あの噴火でできた火山なんでね、上の方岩がゴロゴロで、まあ、岩のはしごっていう意味ですね。まあ、そういうことで、まあ、岩橋山、はい、そういう感じの名前ついたんですね。はい、今日も無事に降りてこれました。ありがとうございます。